東林寺本堂権限堂神殿に向かって、左手にある墓地の古い墓石群東林寺は、沖縄県石垣市にある臨済宗明神樹派の寺院。三号は南海山。本尊は観音菩薩。八重山列島で最古の仏教寺院である。本校では、隣接する権限堂についても合わせて説明する。薩摩藩から八重山への社寺建築の進言を受けた琉球王国。 第二直し、王朝七代目、国王少年王によって、1614年に関、沖縄市道を解散とし、東林寺が創建されると、共に林地に、権元堂が創建された。東林寺は当初は、新言衆であったが、全衆となった後、現在は、臨在宗明神寺派の寺院になっている。権元堂には、熊の権元が祀られている。 ご神体の道橋は1772年に鋳造されたもので、沖縄県内で鋳造された最古のものである、東林寺本堂及び権現堂の屋根は当初、茅葺きであったが、1694年に東林寺本堂が瓦葺きに吹き替えられ、1703年には権現堂も瓦葺きとされた。1736年から翌年にかけて、東林寺の境内が拡張され、 仏殿が混流されるとともに、1737年に三門の王像が制作された。1771年には、八重山地震による大津波で、東林寺及び権ン堂の建造物が破壊されたが、東林寺は翌年に再建され、権ン堂も1786年に再建された。なお、明和の大津波では、仁王像2体も流されたが、 先枝湾の海岸に打ち上げられているのを発見された。東林寺は1881年に改築された。1933年に台風で山門や仁王像が被害を受けたが、1937年までに修復された。現在の東林寺本堂は1968年に改築されたものである。権限堂は1882年に神殿を改修。 その際に、拝殿及び、薬衣門が建て替えられた可能性も指摘されている。第二次世界大戦で大破したが1947年に、修復された。また、1972年には、権ン堂神殿の解体修理及び、拝殿の屋根吹き替え、部分修理が、1984年から1985年に、かけては、権ン堂廃拝殿の解体修理及び、 神殿の部分修理が行われている。2006年に台風13号の影響で権ン堂神殿が破損したが文化庁の国庫補助を受けて2年間保存修理を行い2008年に完了した。ありがとうございます。